はい、せーの、はい、星野姉妹です。はい、お疲れ様です。はい、まあ、そうですね。はい、今日はなんと星野姉妹3人大集合、大集合してますね。はい、はい、なんですが、今日タイトルマッチ、楓選手のタイトルマッチです。はい、どうですか？楽しみです。まあ、相変わらずのテンションで。そうですね。通常通り、ね、今日はね、珍しく妹さんの姫香さんがなんかね、試合の時と大違いで化粧して、中学生が化粧してるじゃん。そうなんですよ。ダメよ、ダメよって怒られてますけど。変なおじさんに声かけてるよ。いや、変なおじさんあんただから、ね、アイス食べてる。アイス食べるじゃねえわ。ということで、その前にね、今里選手も6月、はい、王座決定戦、はい、いつも目の前でちょっと取り逃してる感じなんですけど、今回はどうですか？今回はもうね、1回戦ってるので、次こそは。そうですか、はい、手の位置は分かってますからね。そうですね、僕もいつも TikTok 見てます。はい、はい、ということで、楓選手、あ、そうですね、楓選手ね、今回ちょっとね、また計量で僕ヒヤッとしちゃったんですけど、でもただね、あの 110g 想定ないですね。想定ないですね。すっぽんぽんになればよかったもんね。全然余裕だったもんね。どうですか、なんか前回試合して、うん、なんか変えてきたこととか、対策とか。相手の技に飲み込まれないように、自分のできることを全力で倒すか。そうね。前回とは全然ね、状況が今回バッチリ仕上げてきてるんでね。多分こっちがやっぱすごい大事な試合って、うん。そうですね。大事なんでね。まあ、前回はね、いろんな意味でまだちょっとあれだったかな、子供だったかな。今回は大丈夫ですね。高校を卒業して、うん、ね、はい、大人になった楓選手が出陣ということで。はい、出陣、出陣ですね。楓選手が出陣ということで、はい、3回言いましたけど、はい、はい、姫香ちゃんも笑ってますね。はい、絶好調、絶好調ですね。なんかなかなかね、この3人で揃う、4人だ、4人だ。あ、ごめんごめん、あ、ごめん、ちょっと一応先輩だからそれにしとけよということで。じゃあちょっと今日の意気込みを楓選手にお願いします。今回はしっかり勝って、滋賀にベルトを持って帰るので、応援よろしくお願いします。はい、ということで、噛みながら良かったですね。はい、先にね、妹の楓選手がベルトを取って、うん、ね、お姉ちゃんに意味のプレッシャーを与えられれば、ね、いいじゃないですか。まあ、ちょっとね、僕の立場的にどっちを頑張れとは言えないんですけど、でもね、まあ今回か分かんないけど、2人でね、白いベルトを巻いて、こう巻いてもらいたいな。そうね、まあ、これ別にあれ、奈々選手にとか、なんか浅井選手にどうこうじゃなく、別に、まあ、今日は今日で頑張ってもらって、ね、巻いていただけたら、うん、巻いてもらいたいですね。うん、まあ、あとね、まあ、来年はちょっとフェザー級で、できるの？ S1 もやろうかなっていう話題が出てるんで、いろんなね、他の団体で出てるフェザー級、まあ、少ないですから、そういう人たちも呼んで、肘ありで、ムエタイルールで、まあ、その時にね、必ず必要なのはもうね、ここにベルトがあるとないです。そうですね、全く違うんで、はい、プレッシャーかけてますから。ということで、試合を楽しみにしましょう。ということで、勝ったらまたインタビューさせてください。ということで、楓選手でした。ありがとうございます。ツーザップです。お、やってくれましたね。浅井選手です。はい、浅井さん、お願いします。今日はタイトルマッチ防衛戦ですよ。はい。はい。ね、1年前に試合した楓選手との再戦なのですが、どうですか、気持ち的には。そうですね。緊張してます。緊張してます。相変わらずの、はい、毎回の、ね。防衛戦の場合はね、1回目が一番難しいですよね。でもね、楓選手は1回やって手の内知ってるし、どうなんですかね、まあ、浅井選手ね、今日もあの、何でしたっけ、お風呂の何だっけ、ポーズ、お風呂ポーズ、お風呂ポーズが入れるんじゃないかと思いますが、お風呂ポーズ、皆さんも期待してください、期待してください。はい、ということでね、まあ、今回防衛戦ということで、なんか特別にやってきたこととか特にないですか？いや、あの、いつも通り練習してます。なるほど、はい、まあ、あの、浅井選手ね、あの、ツーザップの手伝ってくれる子が、あの、すごい好きだって言ってました。ありがとうございます。そうですね、まあ、浅井選手ちょっと試合がね、アグレッシブだから、すごく魅力的な試合しますよね。ありがとうございます。
でやっぱり今はこれスーパーバンタム級なんですけど、まあ、フェザー級の階級だとパウンドオブパウンド、パウンドフォーパウンド、パウンドフォーパウンド、なんて言ったんですか、ね、ごめんなさい、はい、すいません、パウンドケーキです、はい、はい、まあね、フェザー級では日本で一番強いんじゃないかって言われてるんで、うん、まあそれ、ね、ゆくゆくは S1 のトーナメントがやりたいなと思ってるんで、まあ他のね団体で活躍してるフェザー級の選手とかも呼んでねやりたいなとは思ってます。ということで今日見てる方にメッセージお願いします。キックボックスの浅井美香です。持ち味の強い攻撃を生かした試合をしようと思ってます。あ、でもとりあえず今日は防衛をすることだけを考えてますので、防衛してしっかりとチャンピオンになってまた喜びたいと思います。応援よろしくお願いします、はいはい、ということで、はい、また勝ったらインタビューさせてください、はい、ということで浅井美香選手でした。ありがとうございました。サイド、おーい、そう、ナイス。
自分から入ろう。右だけな。サブから右ミドル行こうか。高い蹴り出して。高い蹴り。はい、もうちょい出す、もうちょい出す。もうちょい出す。ジャブから、ジャブから、ジャブから。ジャブから。ジャブ。ジャブ。2分経過。おい。あるぞ。やれやれ。やれやれ。みんな作れ。はい、サイド。サイド。おい、左、左。ラスト30秒ジャブついてからやそうその距離で出して出して出してもうちょい出して出して2回2回おいしょいいよキャッチの方はいラスト10秒長いの長いのおいナイスおいストップはいどうおい Thank you.
世界。ラウンド3ラスということで、ドローボーイ、すいませんでした。じゃあどうでしょうか、戦ってみた感想は。いやー、やりづらかったです。やりづらかった、はい。なんか結構ね、レフリーの方にも言われたんですよね、もっとアグレッシブに、はい、でもね、言ってもね、ね、いきづらいですよね。
そうですね、やっぱ蹴りも蹴りも上手かったので、ちょっと後手後手になっちゃって自分の持ち味を出して戦うことができなかったんです。なるほど。ちなみに採点が出た時にあの2ラウンド終わってどう思いましたか？負けてると思ってたんで、感覚的にはやっぱやりづらいなっていうのがあったんで、負けててもおかしくないと思ってたから、あんまその途中で最近出るの分かってたんで気にしないとこうと思ってたんですけど、今ちょっと気になっちゃって聞こえてきて、まあね、3倒れなければどうね。だから正直ね、僕ごめんなさい、2位終わった時に、まあ、首相撲でその前の藤原さんの選手の試合があったから、まあ、首で楓選手が取ってるかなって僕はちょっと思いましたね。まあ、そう思われるだろうな、自分もそういうふうに思ってたんで、打撃を評価してくれたんでしょうね。打撃もそんな当たってる感覚なかったんで、自分が当てたいようにも当てれてなかったので、ちょっと気持ち的にもちょっと後手後手になっちゃいました。まあ、はい、どうぞ。何ラウンドお互いね、お気持ちを見せて、優勝だったけど、新井選手も言ってね、そうですね、いい試合になったんじゃないでしょうか。そうでしたね、浅井選手も気持ちは絶対負けない選手なんで、それがあのよく見えてましたね、あそこで、あ、取ってるんだ、行かなくていいんだっていうような試合はしないで、ちゃんと攻めに行ってたところが、やっぱ浅井さんのすごいところかなと。おじさん思いました。おじさん、ちょっとおじさんじゃないな、ということで、まあね、ちょっと今まだ試合を終えたばっかでマウスピース入れっぱなしなんですけど、まあ見てる方にメッセージお願いします。キックボックスの浅井遥です。毎度こんな試合ですいません。ちゃんとキックボクシングできるので次こそ期待してもらいたいと思います。よろしくお願いします。さすが、はい、ベテラン大人のね、コメントでしたね、はい、ということで、まあ、見事ドローとはいえ防衛しました浅井遥選手でした、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。